自分が好きでもない得意でもないもう逆に大嫌いなことをやっててそれを成功しようっていうのは相当ハードルが高いっていうか狙ってるところが間違ってるわけよ。Hey guys! Thank you so much for checking out Chris's Room! 今日も見てくれて本当にありがとう。今日の話、もうこれ本当にね、15年前に僕に誰か教えてくれてたらめっちゃ助かったんだけど、この恐怖が自然に消えていく、なくなる方法っていうのがあるんだよね。でちょっとね、1本のビデオにすると長すぎると思うので、2本のビデオにします。Alright! じゃあね、最初のパートからやっていきましょう。やっぱりね、人生って恐怖に怯えることがなかったらガンガン行動して人生を変えていくことができるじゃん。でもやっぱり怖いよってなるよ ね。そのこうまくいってほしいんだけどこの行動を取ったらここでまた罰ね、正解の反対不正解になっちゃうかもって、でそれを思ってやっぱり行動が取れなくなっちゃうよな。面白い話があるんだよ。実はね、正解と不正解があるのっていうのは大学の受験まで。まあ例えばさ、ね、自分の人生で目の前にドア ABC ってあって一つ開けるじゃん。これが正解かなと思って開けるじゃん、ね、このドア開けたらもう正解、見事に100点満点。あなたはもう何もしないで幸せになります。もうお金のことも心配しなくていい、恋愛を心配しなくていい、病気になりません。もう何もしなくてもあなたは見事に天国に行きましたっていうのはないでしょ、人生で、ね、いわゆる言ってることは ABC っていう扉があってそれを開くじゃない。でその次何があるのって言ったらまた ABC っていう扉があるんだよね。なのでね、僕たちは、ね、本当に本人を含めてこの扉開けたら、ね、崖から落ちる、死ぬんじゃねえかって思ってると思うんだよね。この扉開けたら一つが絶対外れじゃねえかって、でこの外れたら今より悪いところになっちゃってもう見事に失敗しちゃうから開けたくねえよって。でも実はその扉失敗っていうのはないんだよ。でここから深くなるよ。 OK、仕事を選ぶっていう時も自分が好きで得意なことで人様のためになることでプラス天にもいいこと、ね、これをやると仕事っていうのは実は必ずうまくいくんだよね。マジ失敗できないぐらいうまくいくわけよ。でも自分が好きでもない得意でもないもう逆に大嫌いなことをやっててそれを成功しようっていうのは相当ハードルが高いっていうか狙ってるところが間違ってるわけよ。そもそも好きでもない得意でもないことをね、それを成功しようっていうのはすっごい今の時代では危険なんだよね。だから正直言ってその選択しかないっていう状態だったら全然それは素晴らしいんだけど、他にも選択がある人の場合は特によく聞いてね、これを変えるっていう選択をいずれかはした方が正直いいと思うわけよ、ね、でも怖いやろ今の嫌いな仕事、得意でもない仕事、これやってて自分も幸せになんないって、ね、上司もしょっちゅうイライラして上司も幸せになんないで、ね、自分のお客さんもしょっちゅうキラキラピリピリ切れててお客さんも幸せになんない、もう本当にもう誰のためになってんのみたいな仕事を変える時の恐怖やな。変えるやろ、ね、これポイントなんだよ。1回目変えた時に正解にならないと思っていた方がいいわけよ。ABC の中で正解の扉っていうのは実はないんだよね。正解に近づいていくオプションっていうのはあるんだよ。その中が嫌だったら戻るっていうこともできるわけよ、ね、でまた次方向を変えるっていうこともできるわけよ、ね、だから一つ頭の中に入れてもらいたいことはね、学校のテストとか宿題みたいに人生にはこれ正解っていうのがないわけよ、ね、自分の仕事が嫌いです、
で自分の得意で好きなことを仕事にしたいんですって。いきなり最初に1回目でその仕事に当たる確率は 0.1% ぐらいなんだよね。でもその仕事に近づくことができるのは 100% なのよ、ね、でここがポイントなのね。ここすっごいでかいわけよ。この仕事を、今の仕事を辞めて次の仕事にねスイッチしたら外れでもっと悪くなるっていう考えがあるから今に残ってるっていうのがあるんだけど、実はそれはできないんだよ ね。で僕が言ってるのはね、外れられないわけよ。なぜかというと、違う行動を取ってみて違う結果が出てきたらまた行動を取ればいいわけよ。でポイントはこうやってちっちゃい行動を繰り返していくと、幸せの、自分が幸せな場所に近づいていけるんだよ。それがポイントなのよ。ちょっと次のビデオでもうちょっとこの失敗ね、失敗恐怖ね、やっぱ行動取るとき怖いよね。怖いものって何が怖いかって知ってる？何が怖いか分かんないっていう時に怖いんだよ。分かる？リスクがどのぐらいあるのかっていうのが分かんない時に恐怖が出てくるんだけど、この行動をとって失敗ってここまでしか失敗できないなって分かった瞬間に恐怖が減ってくるんだよね。 Alright、 じゃあちょっと次のビデオでどうやって覚悟を決めていくのか、本当にね恐怖が外れていく方法、これはね実はね本当にね僕ね、この間本田健さんから学んで、うわっ、こうやって考えればいいんじゃんみたいな、すっげえね、ひらめきが来たので、ちょっと次のビデオでそれをシェアしたいと思います。Alright, you guys, thank you so much for checking out this video. I love you guys, and I'll see you in the next video.